みんなは秋のお勉強してますか？どうも、とねちゃんです。さて、本日はですね、私とご一緒に秋のトレンドとかファッションとかをお勉強していきたいと思います。それでは、レッツラン、秋ファッション。いやはや、みなの衆。あのさ、もう9月になっちゃったわけよ。今年、あの、本当にプチプラがすっごい可愛くて、まあ、というのも、まあ、いつも可愛いんやけど、なんか、とにかく、なんか、私的な感性なんやけど、すごいなんか、気合が入ってる、本気出してるぜ、うんって感じやから、こう、みんなに、気になるアイテムありまっかとか、これ欲しいけど、買うの迷ってますっていうアイテムがあったら、送ってほしいっていうね、インスタのね、ストーリーあげたら、本当ね、たくさんの方からも丁寧に写真付きと、あとアイテム名まで送っていただいて、本当に皆さんありがとうございます。みんながちょっと秋何を気になってるのとか、あー、わかる、私もほんまそれっていうのがあるかもしれんから、ちょっとそれをシェアハッピーしていきたいと思います。まあ、だからお勉強って言っても、私がこうペラ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 と秋のトレンドとか、なんかこういうのは買っといた方がみんないいと思うよってものをね、ペラ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 と喋っていく動画になります。なのでね、まあ、ぜひ皆さんもこうお菓子を食べながら、飲み物を飲みながら、ちょっとぜひ見ていただけるといいなと思って、私は今日こちらお供ですね、特製カフェオレを用意いたしました。はい、こちらですね、綺麗にピントが合っております。はい、こちらをね、飲みながら今日は皆さんと一緒にお話ししていきたいと思います。それでは乾杯。うまい。このファッチ、そう、私がお気に入りしたこのファッチね、もうこのファッチが私のもう今年の多分秋を全て物語ってくれるんではないかなっていうちょっとファッチなので、今日はこれを見ながらいろいろお話ししていきたいんですけど、もうほんまに今年は、てか今年もっていう言い方が多分確かだと思うんだけど、コーデュロイですね、まあ流行りでしょうということで、もうね、みんなから来た DM の中でも一番多かったコーデュロイが、まあ私もともとコーデュロイ結構好きで、この流行りになってからすっごい好きで集めてるんやけど、もうあの GU のコーデュロイシャツ、実は前の購入品の時も買おうかめっちゃ迷って、結局なんかもう暑いしいいやと思って、ちょっと季節感耐えれずやめてしまったから、ちょっと楽しみに待っててほしい。あれは私もね、ちょっと狙ってるというか欲しいんよね。あとコーデュロイのパンツね、去年 GU であの赤のコーデュロイのパンツ買ったんやけど、すっごいね気に入ってめちゃむこ履いてたから、ちょっと今年ももう一個欲しいなって思っておる。みんなから来たやつですっごい私多くて、あ、そうなんやって思ったんやけど、セットアップがすごく多かったです。で、私今ちょっと頼んでるセットアップもあるんで、まあそれまた来たらご紹介できたらなと思っているのですが、やっぱり可愛いよなセットアップってさ。あのね、セットアップはでもすごく大事なことというか、やっぱりね、上下で着るのすごく可愛いんですけど、やっぱりね、上下で毎回着ちゃうと毎回同じになってしまうから、ぜひね、こう上も下もバラバラでも着れるようなセットアップをぜひ選んでほしいなと思います。まあ最近のはさ、こうジャケットパンツみたいなセットアップやからさ、正直別に何合わせても着れると思うんやけど、まあ色味とかはね、ちょっとしっかり見てあげた方がいいんじゃないかなと思います。意外とね、こうセットアップって、いや、これ上下セットやから可愛いけど、こうバラバラで合わせちゃうと難しいなっていうのが結構あるんよね。チェックとかやと意外といけるんやけど、まあ色味によってこう本当にボルドーみたいなやつとかって意外とバラバラで着ちゃうと難しい時もあるから、ちょっとそういうのはね、ぜひ、まあ、今後私もチェックしていけたらなと思っております。でさ、私が今年狙っている秋物のアイテムは、まあ一応コーデュロイ系やろ、あともうチェックね、もうチェックがね、ほんまに可愛い。私ね、もうほんまにもう年柄年中というか、もう学生の頃から一番好きな柄がチェック柄なんよ。まあ、ギンガムチェックとかタータンチェックとかいろいろあると思うんですけど、ほんまにチェックっていうものがすっごい好き。なんか個人的にすっごい一番レトロを出しやすいかなって思っておる。みんなはどうだい？だからちょっと今年もね、チェック系を集めていけたらなって思ってる。なんかあとは今年、前もどっかの動画で言ったんやけど、レンガ色っていうのがすっごい、まあコスメもそうなんやけど流行ってるから、ちょっとレンガ色のお洋服とかコスメも集めていけたらなって思っておる。なんせ私はさ、パキッとしたオレンジが実は似合わへんくて、夏とかはあんまりオレンジメイクとかもせえへんのやけど、なんやろ、テラコッタ系とか、あとテラコッタよりもちょっと多分深みのある、それこそレンガ色を、まあちょっと取り入れていけたらなって思っております。
。あとね、なんやろな、みんなが気になってるアイテムは結構やっぱりさ、みんな同じなんか悩みというか、みんなからもらった DM スクショして見てるんやけど、やっぱりみんなこうチェック、コーデュロイ系がすっごい多いかなって思うな。まああとはパンツの着回しとかもちょっと今後やっていけたらなって思っておる。でさ、すごくありがたいことに、あのベストの着回しもちょくちょくいただくんですけど、あのね、私ベストがなマジで似合わんのよ。なんか高校生の頃も制服で実はベストあったんやけど、もうほんまに似合わへん。なんだろう、なんかすごい探検家冒険家みたいな感じになっちゃうよね。なんかあんまり似合わないよね。だからもしかしたらちょっとベスト系はね、挑戦できんかもしれん。で、このアウターめっちゃ可愛いんですけど、なんか最近さ、襟だけさ、色違うみたいなアウターも多いよね。ジャケット系もやっぱ今年挑戦していきたいな。去年ね、ジャケット系あんまり挑戦できひんかったから、ちょっと今年はね、挑戦できたらなって思っております。ぐだぐだ喋ったけど、まとめると、コーデュロイとチェックはマジで、ぜひね、ちょっとみんなに注目しといてほしいアイテムかなって思います。まあ、9月、10月ぐらいまでは私もまだ秋服をね、紹介しようと思っているので、着回しとかもね、ちょっと出していきたいから、ぜひみんな、コーデュロイとチェックをぜひチェックしていて、これあと言い忘れた、これあとね、ベロ分け。なんかさ、私が大学生ぐらいの時にベロはめっちゃ流行って、一旦落ち着いたんやけど、最近また出始めてる気がする。ベロアはさ、冬も使えるから、パンツやね、特に持っておくとすごいね、可愛くなると思う。マジでめっちゃ着回せるしね、ベロ分けって。はい、ってことですね。いかがだったでしょうか。これが私の秋のトレンドお勉強会でございました。もうお勉強会というか、私がもうペラ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 リンチを喋っただけなんやけど、まあぜひね、こう私がまあ狙ってるものとかもちょっと今日はお話できたから、ぜひね、みんなで秋服を楽しんでいこうぜ。まだまだ暑いから、いやもうなんかそういうことなんて考えられへんわって思ってる、そこのあなた、秋はすぐ目の前です。言うてる間にお洋服は移り変わっていくものなので、ぜひこれをタイミングにチェックチェックチェックしてください。はい、ということで今日の動画を見ていただいてどうもありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。Twitter、Instagram、ウェアもやってるので、よかったらフォローしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。